要素というわけで、ザックさん使いのアタックです。今回は、スターウィニング視点となります。試合の方なんですけど、12月24日の修正前の試合となってます。なので、配入が全盛期。といっても、配入全然変わってないとか噂なんで、正直、あれですけど、さあ、ぶち壊れるんで。痛いな、ダメージすごい入った。さあ、ノルンがかなり減って、ノルンが減ってきて、さあ、ルージュ減ってるんだけど、配入が全く減ってない。さあ、差し込まれて、さあ、カット入って、さあ、危ない。さあ、ルージュは減ってるけど、さあ、リアルモード。ウィニングビーム当たらない。さあ避けたけどファンネルに当たって、さあ食らった方が先前行くんじゃないか。さあビーム刺さって、さあこのさあリアルモード変えるが切れて、さあルージン突っ込んでくる。さあサブまで当たったけど、ファイナルサブ当たって、さあ、これはもう、自分前に場所を押さえ、戦力も覚醒技入って。さあ、配入覚醒。多分自分に突っ込んでくるでしょう。逃げて。さあか。サブとと思ったら、メインチャージ刺さって。痛いダメージ。しかし、ルージュが、リンゲージ入って。ただこれ、追いすぎだね。さあ、サブ打ったけど、ハイムパーランチが刺さって。さあ、ノルムも死にそう。さあ突撃していくけど、差し込まれてエクステンド。さあもう一発覚醒技、しかし入っていく。さあ相方落ちて、さあ出し切ればいいところを、まあ横掛けでキャンセルしてしまって、さあサブ当たって、前に逃げていったところに、チャンスを使って終了。まあある意味助かったところがあったかな。まあ、そんな感じで、続いての試合いきましょう。さあ続いての試合ですが、ファントバックと組んで、ナラティブナウっていう組み合わせですね。何も嬉しくもない。正直犠牲させられたらもう完全にやばいペースなんで、まあ、相方後ろから決まっちゃうのっていう感じ。あ、ただちょっと当たらない。さあスターファンネルばらまいて、さあチャージ格闘チャージ当たったかな。パーフェクトバッター、さあ降りて、さあメインヨロケのところにチャージショット。さあスターファンネルばらまいて、さあ刺さってチャージショットで2体ともとも頑張れ。さあ逃げてリアルモード、さあサブ刺さって、さあナラティブの方行きたい。しかしまあちょっと出すぎた感はありません、ね。下掛けで突っ込んだけど、刺さって、さあ逃げて、さあ相方覚醒入って、あー、ナルテブで、出た、ニュータイプで光。さあナルテブ突っ込んでくる、こっちに突っ込んでくる、さあ、格闘ったけど格闘振り返して、さらに、特殊の強、よろけ当たって、さらに、チャーショット刺さり、さあしかし相方がすごいここに知ってるけど、ここで刺さって、さあチャージショット刺さらない。さあスターファンネル刺さる、さあこれで瀕死、片方が瀕死、片方全開。さあ相手突っ込んでくる、さあ覚醒技ぶっ放してくる。さあチャージショット、格闘チャージ刺さって、さあエクステンドで、さあ突っ込んでくるだろうなと思ったところに、ビン刺さって終了。さあそんなこんなで、なんとか勝ったっていうか試合ですか。さあ続いての試合いきましょう。さあ続いても修正前となります。クアンタとアマツキニャで、ゼータの
組んでって感じですが。さあ、クアンタは本当に、ハルートが全然誘導しないって、ね、泣くような修正をもらった感じですが、正直、あの修正いらなかった気がするのは、自分だけでしょうか。正直、クアンタは、あそこまで修正いらないなっていうのはあった。ただ、2段目のガード隠すのか、なくせばいいんじゃないのかなっていう、それだけでよかった。さあ、チャージョット。アバズミナ見えないで、ちょっと、さあ、これ、よくあるんですけど、アバズミナ、スカルっていう。さあ、どっかけで突っ込んだけど、さあ、拾えない。さあ、チャージョットぶ、ばらして。さあ、サブウチの。さあ、逃げたい。さあ、ファイティング。まあ、クワントのファイティングは、さあ、メインから風格。ああ、これ落ちるんじゃねえ。さあ、出し切って。確証はまだ入らなかったので、惜しい。しかし、リンゲージ入って。さあ、逃げたいんだけど、アマツミナの。横特射からのブック、マイクが発生。さあ、痛いダメージ。さあ、落ちない。さあ、チャージショット。さあ、モビリティ。さあ、クワンタに向けて、覚醒技。さあ、甘つみんな突っ込んでくんだけど、メインで、なんとかガード、防御。さあ、横得したけど、ガードのスライド。さあ、よしか。さあ、メイン3発で済む。さあ、逃げての。さあ、相方に、渡して。さあ、甘つみが突っ込んでくる。しかし、相方は暗い特性になったかな。さあ、バイキングさあ、しかし、たるんで、クワッと落ちて終了。まあ、毎角、毎角のゼータ、スーパーマンなくなっても毎角のゼータは怖いですね。さあ、今回の時期以上になります。ご視聴ありがとうございました。